Do you want to learn Japanese from home? Just click the link in our description and sign up for your Japanese online lessons today. Mata ne!皆さん、こんにちは。さやです。今日は、なんなんところですを勉強しましょう。これは、今していることがどの段階ですか？説明するときに使います。では、早速例文を見ていきましょう。あ、こんにちは。こんにちは。今からお昼を食べるところですよ。一緒に食べませんか？いいですね。次に、なんなんところですの説明をします。なんなんところですの前には動詞がつきます。この動詞の種類によって、今していることのレベルが変わります。では、今から説明をします。1、辞書形プラスところ。辞書形は皆さん覚えていますか？食べる、書く、するですね。なので、今から食べるところですになります。これは今から始まりますという意味です。まだ今は始まっていませんよ。今から始まりますという時に使います。ごめんなさい、遅くなりました。もう今から授業が始まるところですよ。2、テケいるところ。テケは食べて、書いて、してですね。なので、食べているところですになります。これは今しています。という意味です。今食べています。今書いていますという意味です。ねえねえ、今何をしていますか？明日はテストですから勉強をしているところです。3、竹プラスところ。竹は食べた、書いた、したですね。なので、食べたところですになります。これは、今終わりましたという時に使います。もしもし、今どこですか？もしもし、今学校に着いたところですよ。皆さん、今日の動画はいかがでしたか？明治アカデミーでは現在オンラインレッスンを行っています。興味がある人はホームページをチェックしてください。それから YouTube のチャンネル登録、高評価、そして Instagram のフォローもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。